携帯上のアプリの画面でもナンバープレートの認識がズームによって確認ができると、認識ができるということで、皆さんこんにちは。今日ご紹介いたしますのはドライブレコーダーの専門メーカーとして今非常に人気のあります、こちらのバントゥルーの F1。 今回こちらはモーターサイクル用のドライブレコーダーになるんですけれども、注目すべきポイントは何と言いましても 4K 解像度を持ちつつも LVDS 方式を搭載した、おそらく今まで私が四輪でドライブレコーダー紹介してきたんですけれども、最も解像度の高いドライブレコーダーとなりますので、 4K の LVDS 方式のドライブレコーダーになるとどれだけの解像度を秘めているのかということ、非常に興味があるかと思いますので、今回こちらのご紹介をしていきたいと思いますので、最後までご覧になっていただければと思います。それではバントゥルー F1 のドライブレコーダーの構成及び私の取り付け例のご紹介です。まずこちらが本体になりまして、私の場合は今回荷台の上に設置しています。状況によってはキャリアボックスが荷台にある場合でしたら、ボックスの中にしまい込んで使うのもよろしいかと思います。で、この本体自体は SD カードのスロットが付いているんですけれども、一番最初に収録動画を収録する際 SD カードが必要になってきますので、それを差し込む時ぐらい、または SD カードを取り出してパソコンで展開してみたいと言った場合ぐらいのみにしか、まあ、この本体っていうのは取り外すということがないということなので、まあ、基本的にはですね、この下部に関しても座席の左下のところに車検証を入れるところがあるんですけど、そこにしまってもいいかもしれません。次にリアカメラになりますけれども、こちらテールレンズの上に取り付けの方をしております。で、このバントゥルーのリアカメラは 1080p ということで200万画素のカメラが搭載されております。後ほどご紹介するんですけど、カメラ自体は200万画素で 1080p ということなんですけれども、そんなにスペック的には大したことないと思われがちなんですけれども、実は非常に驚異的な解像度を持っているということがありますので、後ほどご紹介をしていきたいと思います。次に今回最もハイライトであります、こちらのカメラです。で、フロントカメラに関しては 4K 800万画素というスペックのカメラが搭載されているんですけれども、ここをですね、見ていただきますと、配線が通常の AHD アナログ信号のものに比べると細くなっているのが特徴的です。で、これは冒頭でもご紹介した通りで、アナログ信号方式 LVDS 方式となっておりまして、四輪のドライブレコーダーでご紹介してるんですけれども、 MAXWIN の MDR の PRO1、あちらのドライブレコーダーと同じデジタル信号方式となっているドライブレコーダーとなっております。非常に解像度が高いというのが特徴的なところなんですけれども、今回これは史上最強と言ってもいいと思うんですが、 4K の LVDS というのも私今まで試したことがないので、どれだけの解像度を秘めているのか、また夜間 4K になりますと解像度としては高いんですけれども、暗くなりがちなドライブレコーダーが多かったわけなんですけれども、どの程度のパフォーマンスを秘めているのか、非常にこちら興味のあるところかなと思います。次にこちらになるんですけれども、こちらはリモコンになるんですが、このボタンがついていて下にスピーカーがついております。後ほどご紹介するんですけれども、電源を入れることによってアナウンスが流れるようになっておりまして、非常に使いやすいものになっております。最後に配線ですね、そこが一番難しいところかなと思います。このバントゥルの F1 の特徴的なところは何と言いましても、構成部品が非常に少ないということですね。
カメラが2つあって、あとリモコンが1つ、それからこの本体が1つしかないので、計4個しか構成部品としては存在しておりません。あとは配線のみで、配線をどのように処理するかということなんですけれど、私今回ですね、この荷台の下に全部配線を入れております。まあ、それによってかなりスマートに取り付けができるというのが特徴的なんじゃないかなと思います。また、電源ケーブルに関してなんですけれども、バイクに関しては車と同じでして、常時電源ケーブルとアースに関してはバッテリー、直で取り付けをしまして、アクセサリー電源に関しては ACC と連動させるような形で取り付けをするということなので、まあ、車と基本的に変わらない取り付け方法になっております。それでは電源の方を入れてみたいと思います。電源入れますとこちらのランプが赤く点灯を始めます。で、聞き覚えのある音楽が流れます。録画始まりました、 Wi-Fi オン。はい、録画始まりました、 Wi-Fi オンということでアナウンスで知らせてくれます。接続済み。で、後ほど Wi-Fi 接続済みというアナウンスが流れますので、一度ペアリングをしていれば自動的に携帯とつながってくれるようになっております。それではアプリの機能のご紹介をしていきたいと思います。それではアクセサリー電源の方を入れます。録画始まりました、 Wi-Fi オン。で、こちらのアプリを開きます。で、こちらを選択します。はい、即座に開くのがお分かりいただけるかと思います。で、まずこちらのプレビュー画面からの説明なんですけれども、今前と後ろが映ってます。で、こちらを押していただきますと画面の大きさが変わるようになっておりまして、またこちらを押していただきますと後ろ前と切り替えができます。で、もう一度ここを押していただきますと前だけで、さらに押していただきますと後ろだけで、もう一度押していただきますと先ほどの最初の画面に戻るということになっております。で、ここ押していただくと静止画が撮れるのと、こちらを押していただくと、はい、録音始まりました、はい、録音のオンオフですね。で、それからこちら AR ということでスピード表示と標高差表示ができるようになっているようです。で、こちらを押していただくと720、それから480ということで設定ができるようになっております。はい、このような形です。これおそらくですね、アプリ上での解像度の設定になるかと思います。はい、明らかに解像度が違いますので、まあ、こちらは解像度の設定ができるということになっています。こうしますとまた元に戻るということになっております。で、またこちらなんですけれども、走行距離計算ということで、データの方が取れるようにもなっているようです。録画始まりました。で、今度こちらの方の詳細の設定画面の方です。まずこちらの解像度なんですが、フロントとリアの設定。で、フロントが 4K で、リアがフル HD 相当の HDR 機能が入っていて、27.5fps の設定となっております。また、HDR レスのものも、下から、上から4番目以降の設定でできるようにもなっております。で、また、フロントのみの設定というのもできるようになっておりまして、フロントに関しても 3840×2160ということで 4K からまた 720p までの設定ができるようになっております。で、ビデオの 2-in-1 ということで、まあ、こちらを設定することによって一つの画像の中に後ろの動画も
入れることができるということで、合成表示ができる機能というのもついております。で、またループ録画に関しては、1分、3分、5分ということで設定ができるようになっています。で、液晶の反転機能ということで、このようにフロントとリアで設定ができるのと、リアカメラの鏡像、製造という設定ができるようになっております。で、ハイライトなのがやはりこのタイムラプス撮影と駐車監視モードなんですけれども、これはモーターサイクル用ですけれども、タイムラプスも 15fps まで設定ができるようになっております。また、駐車監視モードに関しても衝撃検知モードが設定ができるようになっていまして、感度としては1から5段階まで設定ができるようになっています。で、さらに低電圧保護ですね。こちらの方も設定ができるようになっていて、リミッターとしては 12V までの設定ができるようになっています。今現状は 12.07V なので、まあ、かなりギリギリの状況なんですけれども、これを下回るとドラレコの電源が切れて駐車監視がオフになるということになっています。あとは先ほどの走行距離表示の機能のオンオフができるようにもなっております。また収録した動画を簡単に見ることもできます。で、こちらを押していただきますと一回収録が止まるんですけれども、このような形でこれが通常の常時録画のサムネイル画面なんですけれども、すぐに展開してくれるのがお分かりいただけるかと思います。で、例えばなんですけれども、ここの動画なんですが、このようにストリーミング再生することももちろんできるし、音声もしっかりと出力されるのがお分かりいただけるかと思うんですが、重要なのはここでして、このように携帯にダウンロードができるんですが、非常に素早くダウンロードすることができます。これ 4K 画像なんですけれども、このような形で非常に素早くダウンロードができるということで、すぐにダウンロードして携帯上で収録動画を確認するということもできるということで、非常にバイクに適したドライブレコーダーであるということがお分かりいただけるのではないかと思います。これでダウンロードが終了しまして、まあ、ここでマップが表示されたりもするんですけれども、この真ん中の部分を押します。そうしますと、携帯に動画が収録されるようになります。それでは昼間のフロントカメラの収録動画を紹介しようと思うんですけれども、いきなりインプレッサがオーバーテイクしていった様子が伺えると思うんですけれども、ここで一度動画の方を止めてナンバープレートの方をズームアップしてみようと思うんですが、非常に鮮明に漢字、それからひらがな、ナンバーも含めてすべて読み取ることができるのがお分かりいただけるかと思います。これ前後カメラで今収録してるんですけれども、フロント 4K ということになっているわけなんですけれども、正真正銘の 4K であるということがお分かりいただけるんではないかと思います。 4K かどうかっていうのを見抜くポイントとしては、やはりこの収録動画自体を一度静止画として止めてみて、でそこからズームした時にしっかりと解像度がついてくるのかどうかっていうところですね。まあ、それによってナンバーがしっかりと認識できるのかどうかというところなわけなんですけれども、もうこちらはもう正真正銘の 4K ということで、非常に細かいところまで、鮮明に細かいところまで動画の収録ができているのがお分かりいただけるんではないかと思います。続きましてリアの収録動画になるんですけれども、今 N ワゴンが止まってるんですが、この状況で拡大してみようと思うんですが、しっかりとナンバーの認識、ひらがなまで見ることができるのがお分かりいただけると思います。まあ、フロントよりはですね、もちろん解像度は落ちていますので、若干見にくさというのはあるんですけれども、それでもしっかりとすべての文字を認識することができるということで、非常に解像度としては高くなっているというのがお分かりいただけるかと思います。続きまして夜間の収録動画なんですけれども、
4K ということで少し暗さが気になるところかと思うんですけれども、全く暗いということもなくて、周りの周囲の状況非常に鮮明にくっきりと確認できるのがお分かりいただけるんではないかと思います。また今前にキャロルが止まってるんですけれども、解像度が非常に高いということもありまして、白飛びは気になるところではあるんですけれども、ナンバーの認識はしっかりとできるということで、動画を送っていきまして別の画面で見ればしっかりと確認ができるということで、状況証拠ということにおいてもう全く問題のない、夜間でもしっかりとナンバーの認識ができるということがお分かりいただけるんではないかと思います。次に後方になりますけれども、後方今タクシー止まってますけれども、このタクシーのナンバープレートも動画をズームして見ていただくとお分かりいただけるんですけれども、十分に確認ができる、これで 1080p のフル HD だとはね思えないぐらいの解像度を誇っているということもお分かりいただけるんではないかと思います。でまた防言性能も非常に高くて、リアのヘッドライトとの乱反射っていうのもしっかりと抑えられておりますし、また周りの周囲の状況もしっかりと確認することができるぐらい明るさを保った動画が収録できているのがお分かりいただけるんではないかと思います。はい、ってことで今回なんですけれども、こちらのバントゥルーの F1 のご紹介をさせていただきました。私の総評なんですけれども、もう何と言いましてもですね、 4K、 それからカメラ自体の画素数が800万画素で、リアのカメラに関しては 1080p の200万画素のカメラではあるんですけれども、前後ともにもう申し分のない解像度を昼夜ともに秘めている最強のドライブレコーダーであるということはもう間違いないということで、携帯上のアプリの画面でもナンバープレートの認識がズームによって確認ができると、認識ができるということで、これだけの解像度を秘めたドライブレコーダーはおそらく世の中にはこのバントゥーの F1 ぐらいしか存在しないんではないかというぐらい、非常にドライブレコーダーとしての機能性がダントツに優れているドライブレコーダーであるということを皆様にご紹介できるんではないかということで、今回お伝えをさせていただきました。こちらの製品の詳細なんですけれども概要欄の方に貼ってございますので、ぜひ興味のある方はご覧になってみてください。それではまた次の動画でお会いできることを楽しみにしております。失礼をいたします。